7レース日常戦 B 2着になりました福岡の北鶴選手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。頑張りました。今日は、はい、岡山の鳥取選手に任せる形になりましたけども、はい、これはどういった経緯で。あ、そうですね、もう力勝負してもちょっとやっぱりもうおじさんなんで歯が立たないんで、あの鳥取国に甘えました。あの、また他のラインも考えてそういう選択をしたって感じですか。はい、そうですね、はい、もう同期の松岡さんとちょっと話し合って、もうちょっとやっぱり、はい、なかなか歯が立たないんで、はい、優吾君に、はい、甘えさせてもらいました。実際、前受けからになって、はい、突っ張りという形になりましたけども、はい、まあ、作戦としてはああいう作戦だったっていう形ですかね。そうですね、はい、もう前か中段で、はい、まあ、前取れたらいいねということで松岡さんがあの取りに行っていただけたんで、あのいい展開になりました。1コーナーで松井選手がまくりに来て、はいはい、あの後ろの東選手を支えて、はい、松井選手が行ってしまった話になりましたけども、はい、あの辺りっていうのはどういうふうに見られてたでしょうか。そうですね、もう自分はちょっと車間切って来にくいようにして、で松岡さんがあのちょっとさばいてもらってたんで、あれで、はい、いい展開になったんで、本当に前後のおかげでもう自分はもう甘いっきりで、はい、走ってました。不慣れな、はい、まあ、番手戦になってもらいますけども、はい、昨日は短期戦で、まあ、2走してみて、はいはい、状態としてはどうでしょうか。そうですね、まあ、ちょっとなかなかあの最近レベルが高くて、ちょっとあの縦足でなかなか勝負できてないんですけど、まあ、今日はあのもうラインの厚みを生かして、はい、あのいい着を取らせていただいたんで、はい、またあの明日につなげたいなと思います。明日以降は何か修正点などはありますでしょうか。はい、そうですね、いや特に、はい、ないですね、もうコンディショニングだけしっかりして、はい、しっかり休んでって形ですね。はい、わかりました。では、準決勝それ以降に向けて意気込みを最後までお願いいたします。準決勝からもあの九州のみんなで頑張ります。よろしくお願いします。